全世界に衝撃を与えた独創的シミュレーション RPG の完全最新作、任天堂スイッチで登場。温かみのあるグラフィック表現、キャンバスで描かれる圧倒的スケールの物語。連邦と帝国の戦いによって戦火に包まれたヨーロッパを舞台に、若者たちは明日を信じて戦場へと向かう。異常態、状況を打開する。シリーズ最大規模となるマップで兵士を選択して移動や攻撃を行う、シミュレーションとアクションが融合したバトルシステム、ブリッツ。選ぶんじゃねえぞ。登場する様々な兵科を操り、部隊を強化して個性豊かな隊員と共に自軍を勝利へ導け。極限の環境の中で生まれる出会いと別れ、極寒の地での戦いは熱い友情の物語だった。戦場のバルキュリア4、初回特典戦場のバルキュリア4、任天堂スイッチが500円で購入できる割引価格購入券。This is Commander Claude Wallace. Squad E! The Imperial forces are on the move, heading for your position! Ready to engage. We have to unite as one. Otherwise, we'll never make it across the ice. We can do this. They're in range. Commencing counterattack. Die! I'll do my part if you promise to do yours. There. All set for the next battle. I know I'm not worthy of this responsibility. I'll give all I've got to see it through. でしょうか。それでは、最初ブリーフィング画面で、出撃する部隊を決めていきたいと思います。自分の、兵科リストにある、兵士の中から好きなキャラクターを選んで配置していきたいと思います。まあ、ここはもうバババーっといっちゃいます。好きなキャラで押していきます。まあ、キャラクターはそれぞれ見た目違うんですけど、能力的にはそんなにバラバラじゃないので、結構好みのキャラクターを配置してても大丈夫かなと思います。これね、あえて配置しないの残すのがね、うまいんですよね。そうなんですか。戦場では何が起きるか分からないので、いざ何かあった時にすぐ呼び出す枠ってのをね、用意しとくってのがね、なかなか最初はできないプレーなんですけど。なるほど、そのアイデアはなかったです。じゃあちょっと開けた状態で出撃します。さあ始めるぞ。はい、このステージは味方の他の部隊と練習試合、演習をやるというステージになってますので、相手は帝国軍ではないんですけども、まあそのさっき一緒出てた赤毛の女の人がですね、この主人公のクロードをすごいなんかライバル視してまして、こいつともう今日こそ決着つけるぞという味方同士の小競り合い、小競り合いなんですね、このステージは。クロード、この人ですね、ミネルバさん。思う存分戦ってみたかった。この人上官なんでパワハラに近いところがあるんですよ。やり合ったじゃないか。自分より下の者に厳しい、そういうキャラなんですね。私もお前もミネルヴァも結構王道行くツンデレキャラなんで、刺さる人はたくさんいると思います。そうですね、声も早見沙織さんなので、はい、もう100点満点です。暑苦しい人だな。先輩、ビクトル中尉って昔からああなんですか。性格はね、ずっと変わってない。彼女は何事も常に本気かつ全力で挑む。さっき海外版を見たばっかなんで、
声に違和感がめっちゃ聞いたはずなのに。けど海外の声優さんは山下さん関わってらっしゃるんですか？いや、私は関わってないんですけど、ただすごいこだわりがありまして、うん、日本版が完成してからじゃないと海外版作んないって言うんですよ。なるほど。なぜかというと、うん、日本版の雰囲気をちゃんと再現したいから、はいはい、日本版ができてから声優も決めるんだっていうので、かなり再現度が高い海外版になってます。なんで同発じゃないんですけどね最初の PS4 と、はい、これスナイパーですね。こうやってズームして敵の頭を撃ち抜くことができます。いや、これ好き、これ好き。ほら、しゃがん、気持ちいいんですけどね。しゃがんでるとこんな感じで一発で仕留められないんで、うん、しゃがんでない人を狙っていきます。これ上にいるのよく気づきましたね。知ってたんですか？視野広くないですか？すごいですね。まあ、こうやって敵がね、はい、思いもしないところにいたりするので、はい、まず最初よく見るのが大事かなと思います。そう、知らない間に撃たれてたりするんですよね。そうなんですよ。結構ね、路地曲がった瞬間撃たれたりして、もう通り魔がいっぱいいる路地みたいな、ね、そんな感じなんで。本当怖いんですよ。危ないんですよ、ここ。一応苦手な人に索敵ラインが出て、敵がどこにいるかっていうのは分かるようになってるんですけど、うん、それが怖いんですよね、また。そうなんですよね。あの線がいっぱい飛んでくると、いろんな敵に見られてるってことなので。そうそうそう。あ、ネージやりやがったな。ネージやりやがったな。これもご愛嬌ですね。なるべく近くに行くと当たりやすいんですけども、はい、やっぱ遠いとね、敵も小さいので、ちょっと弾がそれるだけで、ね、外れてしまったりするんで、気をつけなきゃいけないところです。距離感が難しいんですよね。行き過ぎてもやっぱターゲットにされちゃうんで。そうです。あんまり近づこうとするとね、他のやつに撃たれたりもしますんで。そうなんですよ。さあ、山下さんがぶち込んだ敵弾兵のレイリーです。おー、やっぱ広いですね。かっこいい。この敵弾砲というのが今回の新しい武器になります。バルキラの 1,2,3 が出てこなくて、今回新しく出たやつなんですけども、こうやってこう建物越しにですね、放物軌道で破壊することができるので、結構そのうまくやれば安全なところから敵を撃破できるんですけども、この敵弾兵自体がすごい弱いユニットなので、前線に出しちゃうと結構あっさりやられちゃうという、気をつけなきゃいけないユニット。メリットデメリットがあるんですね。そうなんです。キャラが立ってると思います。あ、来た。あ、戦車を動かすとき振動する。この振動がちょっと PS4 と、ね、スイッチ版は違うんですよ。違いますよね、はい、結構、まあ、言い悪いがあるってどっちがいいとは言えないんですけども、うん、スイッチ版はスイッチ版ですね、結構細かい振動が入りますので、これがね、PS4 やってるとね、あ、これはこれでいいなって。また新しい発見があるんですね。違う、順調に進めてきますね。っていうか、上すぎて初めてですか。あんまり参考にならない可能性があるんですけど。いや、こんなね、うまくいかないですよ、最初。そうですね。最初は結構 2,3 人やられて、いや、そうそう、いい加減どうしようみたいな。かなり追い詰められてるんですけどね、普通。早いもん。さあ、偵察兵で動きが、移動距離が長いので、あ、ここでバッドポテンシャルが出ましたね。このキャラクターごとに自分の性格に合ったポテンシャルっていうのがありまして、まあ、こうやって突然そのキャラクターが、まあ、例えば過去のトラウマを思い出すような場面になったりすると、ふっと、ね、嫌な効果が出たりするんですけど、まあ、それもご愛嬌だったりしますし、逆にいい効果もありますんで、そうなった時に、おっとっと。そうですね、逆に、グッドポテンシャルといって、はい、キャラクターの特性を生かして能力値がアップする場面もあるので、はい、でまたそういったのがね、キャラクターの個性付けになるので、そういった面も楽しんでいただければなと思います。独創的シミュレーション RPG が任天堂スイッチで登場。出撃する。極寒の地での戦いは熱い友情の物語だった。戦場のバルキリア4、全世界に衝撃を与えた独創的シミュレーション RPG の完全最新作、任天堂スイッチで登場。温かみのあるグラフィック表現、キャンバスで描かれる圧倒的スケールの物語。連邦と帝国の戦いによって戦火に包まれたヨーロッパを舞台に、
若者たちは明日を信じて戦場へと向かう。異常隊、状況を打開する。シリーズ最大規模となるマップで兵士を選択して移動や攻撃を行う、シミュレーションとアクションが融合したバトルシステム、ブリッツ。選ぶんじゃねえぞ。登場する様々な兵科を操り、部隊を強化して個性豊かな隊員と共に自軍を勝利へ導け。極限の環境の中で生まれる出会いと別れ、極寒の地での戦いは熱い友情の